ちの娘にもね、はい、ゴルフを始めさせようと思ってるんですけど、今ね乗馬もやらせてるんですけど、うん、どうやったらプロになりますか。ズバリ教えてください。これ今日の対談で絶対聞こうと思ってました。プロになる、うん、やっぱりもう5歳6歳7歳ぐらいから始めるとしたら、どういうふうな練習をこう段階的にやっていけばプロになれるかっていうのは今日はね本当に聞きたかったこと。でもやっぱりいいコーチを見つけることだと思います、うんコーチ、うん、自己流絶対ダメですよね。ダメですね。僕はもう自己流でも散々ダメでしたね。はい。だから月に1回でもいいから、例えば今月に1回でも1回でもいいんで、うん、例えば、まあ、今トーナメントでプロコーチいますよね、うん、教えてる、はい、そういう先生に月に1回でもいいから習う。で、まあ、他の習ってない日は自分で練習してもいいって。その習っとく。そうですね、うん、はい、今って何でもリモートでも、うん、でこう教えてもらったりできるじゃないですか、うん、ではスイング取ってみてもらうとかもできるし、そのでコーチを絶対一人に決めたらその先生を信じること。あ、うん、それはやっぱりあのアマチュアの方は普通の一般の方もそうなんですけど、このコーチに習ってて、あちょっとなんかなと思うとふいっと他に変えちゃうじゃないですか、うん、あれはあまり良くないと思いますね。やっぱりちょっとしばらくは我慢して、やっぱりゴルフ、それは 何年間ぐらいですか。 1年はやっぱり、うんうん、で例えば自分が、まあ、子供を始めた頃はそのコーチあのどういうスイングしたいって分からないじゃないですか、うん、分からないからやっぱり親御さんがやっぱりこういった選手にさせたいと思って、うん、そのコーチになこういうプロになりたいっていうその人を教えてる先生に習わせるとか、うん、で今私はやっぱり畑岡奈紗さんなんかもそうですけど、ゴルフ以外にやっぱり陸上とかそういうのは絶対並行してさせた方がいいと思います。海外の選手はそうですよね。全身運動をさせた方が、うん、そうじゃないとやっぱりプロになりましたでも故障します、うん、続きませんってやっぱり息の長い選手にはならないですよね、うん。どうまあね、最初の話になりますけど、その技術的なことですよね。そこまでまだ考える必要ないんですかね。もうプロに預けて、はいやりなさい頑張ってでいいんですかね。最初の頃、うん、小学生最初の頃はでもあとは楽しくさせてあげるのも大事ですよね、はい、僕のイメージとしては宮里藍さんだとか、はい、あの今、はい、教えてられるのかな、坂田さん、あ坂田塾の、はい、もうあれ見てるともうスパルタもいいと思うじゃないですか、うんうんうん、今はもうそういう感じが多分通用しないと思うんですけども、うん、私は思うにはやっぱり親、うん、でも例えばお父さんが、うん、逆にコーチだったりとかもする場合もあるんですけども、あのやっぱりそういうのは良くないかなと思います。やっぱり預けた方がいいと思いますし、それが一番近道だと思います。預けてやらせる。やっぱりちっちゃい頃から親御さんがプロにさせたい気持ちの方がどんどん強くなっちゃうのは良くないと思います。良くないか。うん、そうですか。じゃあ、そういうタイプなんです。だからあの息子はね、あのだからあの事前に話したように去年カナダでね、あの騎手をジョッキーを目指すためにいろんなもの決まっていけなくて。なってるんですけど、まあ、今年から2に空いたもの、うん、入国禁止で解除されていくと思うんですけど、実は彼も息子も小学3年生、4年生、5年生でやらせてたんです、うん、で僕がちょっとゴルフやってたのでゴルフプロゴルファーにならせようと思って、ああせ、こうせ、結局嫌いになって、あのやめたって最悪の場合それを二度と繰り返さない方がいいよあの長男がね、あのもう20超えてるんですけど、17離れて長女が今5歳で次女が今3歳なんですよ。3歳5歳20成人っていう、あの構成になってるんですけど、その5歳の子が
ね、すごくもう背が高くて、もう足も手も長くて、当時僕服部道子さんのファンだったので、うんうん、ああいう選手になってくれたなとか思ってゴルフやらしたいんですけれども、息子で失敗しちゃって、それはあまり伸び伸びさせてあげた方がいいですよ。ですか。今現在にゴルフに興味あるんですかね。興味を持たせようと思って、もう2期ゴルフに私のスタッフの旦那に走ってもらって、僕はちょっと治療をしなくちゃいけないんで、とにかく今日からやらせたいんだと、だからそれ探してくれと、でってちょっと離れたところまで行って買って、その時息子が最終的に行ったのかな、でおもちゃを与えて、こうやるんだよ、ちゃんと好きになるんだよってやったんですけど、次の日置いてあって、邪魔だ、このゴルフ道具邪魔っていう具合にね、1日で変わっちゃったというね。だから逆にもしこの最初は地元でジュニアゴルフみたいなのを、うん、やっぱりこの同じ子供年代の子供たちが習うスクールに行かせるのがまずはいいと思います、うん、でそのインドアアウトドア関係ない、うん、インドアでもいいです、うん、で友達を作って、でそこでちょっと楽しみながらまずさせてあげたいですよね。絶対続かないですよ。ね、長男の時ね、結構ね、スパルタは嫌だって言っときながらね、うん、結構スパルタに近いね、もう年間のロッカーまで借りて、ティーチングプロつけて、で、ティーチングプロに教わって、僕は送り迎えして、さらにそのレッスン後に、よし、行くぞ、こうやって、ああやってって言ってね、やらせてね、結局、騎手の方に、競馬の方に行っちゃったっていうね。でも、それはそれで良かったですね。まあなんかね、好きなもんね、やって、だから、ね、今でもたまに時間があった時いるでしょ、うん、そしたらもうコースでもね、やっぱ覚えてるんでしょうね。あ、はいはい、90代とか80代の後半とか、ボールも曲がらないし、ちゃんと打てるんですよね。よく騎手の方ってゴルフ好きな方多いですね。多いですね。武井豊さんなんかも、もう70代とかね、出すっておっしゃってましたしね。だから前衛方渋野日向子選手も今でもゴルフよりもソフトボールが大好きっていうふうに、ソフトボール岡本彩子さんと一緒なんですね。はい、ソフトボールの方が好きってはっきり言うんですよ。だからそういった部分でいろんなスポーツをさせて、そこにちょっとゴルフを送り込んで、で何も言わずにやっぱり高校卒業するあたりにもう結構いい体力がついたら、じゃあ多分その頃になるとやっぱりゴルフってすごい華やかじゃないですか、うん、外から見ると毎週試合があってお金も稼げるし上に行けばって思うようになるじゃないですか。今から力入れちゃうと子供の気持ちは離れてるの間違いないと思います。そうですね、じゃあ村口さんの話をね、はい、話して大丈夫ですか本当に。いやでもね、長女はもう可愛くてしょうがないんでね、まあ、そういう面で長男みたいには言わないかもしれませんね。うん、いや本当に背も高いし、運動神経上走るのも速いしね、なんかこうやったらいいのになって思ってたんですよね。それでまあ息子が馬の方やってるんで、まあ乗馬もね、それは楽しんでるんです。あ、僕はちょっと馬のこと知らないので、ただほったらかしに見てるだけなので。でも足腰も鍛えられるから乗馬もいいじゃないですかね、うん、そうですね、体幹が鍛えるんでね、うん、でちょうど息子が今カナダ行けなくて、馬術で教わってるのが今度のオリンピックの代表の監督の馬術の選手なんですね。監督さんなんですね。だからその乗馬クラブで娘もやってるので、まあ、そんな悪い教え方もされないですし、まあ、体幹は子供なりに鍛えられていくと思うんでね、まあゆくゆくはプロゴルファーになってもらいたいなと。プロゴルファーも結構大変ですよ ね、 ですね、うん、だゴルフはたまに家族旅行で行った時にみんなで遊びながらやるとかダメですかね。まずそこからと。そうですね、根がね、すっごくそうなったら根がもう手取り足取りに、そうですよね。そうそう、手取り足取り息子にも言いました、うん、広いところで思いっきりこう振らしてあげるっていうのが楽しいかもしれないですね、うん、当たんなくてもいいよ、もう一回やろうみたいな。わかりました。じゃあ本人が急
興味を持つまで、ね、あまり口出さないで。そうですね。まあ、だから興味を持たせるようにちょっとずつ、うん、ちょっとずつですね。わかりました。その辺、やっていきます。はい。